張ってほしいな。決勝トーナメント1回戦、うん、競技開始。ちゃんと先行取れた。いいぞ。オッケーオッケー。そこにあれば、あればオッケー、あればオッケー。通過。オッケあれ17と2です、ね、あ、楽に通ろう。オンラインですね。取るのは結構むずい。まあ取れなくはないけど。何タッチですかね。まあ、出なきゃいいよね。12がつながってるから。あ、いい。止まればいいよ。アウトだけがやばい。うわぁ2番第2ゲート通過。まあ難しいね。あの距離でも結構合わせないんだな。
しっかりも直せないってことは血が残るかもしれない。プッシュアウトになる可能性が高い気がするな。あ、本当だ。一回12の連携ができました。まあしょうがない、これ一回も。上にしませんでしたので、どうしたの？どうした？どうした？もう来るのかな？旅行しちゃうかもしれないですね、長田さんも。入んない。これ5を出すのはいいんじゃないですか。5出しますよね、はい、4が止まりそうな気配マックスだから、ね、5番第1ゲートを追加。これまで80つながっちゃう。5番、いや頑張ったんじゃないの。うまい、いやうまい、素晴らしい、うまい、ナイス、いいとこいいとこ。いやこれ大きいっすよ、結構展開に影響すると思う。ここから16人で7がアウト、3コーナー、うん、出りゃいいよ、出りゃ OKOK、 いいとこいいとこ。おお、ここで止めるのか。通った。いけるとかあんまねえから、もう3ゲート方面行くしかないだろうな。ボール見ないやっぱ永田さんはすると思った。めっちゃ出てくる、はい、当たりは大丈夫だよ。向こうからだと右に、入るよ。オッケー。いいんじゃん。距離がどれぐらいで打つんだろう。6で7を抑えるっていうことは、別にこれ2ゲート前は結構オルスというか、そうそう、だからこれでますます3をつないだ方がよくない。これ3通しちゃっていいと思う。俺は通しちゃう、めんどくせえから。1枚欲しいな。欲しい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 
ぞ、いいとこいいとこ、入りやすいとこだ。いやマジマジ、それそれそれ、この白線のとこ、白線のとこでしょ。うん、ショートダメだ。そうそう、あ、いいとこいいとこ、ちょっと中入ったけど、もう50センチ中入ってほしい。あれだとゲートとね、一緒に狙われちゃうからな。あ、でもいい、いいとこ。ただ、ここまで出ればまだまだ。頑張れ。もうあんまり考えてバシッと打って止まったところでさ、ちょっとゲートか球か左流れたらさ、全部球だな。ちゃんと当たるかな。当たりが分かんない。いや、バシッと打たないかんのよ。あの、なんか もっとバシッと打ってよかったね、俺の。しっかり出そう。ちょっと距離を合わせすぎた。合わせたわけじゃないだろうな。次のタッチが当たんない。大丈夫だぞ、当たるからな。いやもう10が先で9があれなんだよね。7、9の前に。そうそうそう、だから永田さんの、まあでもこれもまだ幸いと言ったらあれだけど、3は見えてないんだ。ただ5が見えちゃう。これ1で飛んだともうちょっと、今のがちょっと勝負残したでした。どう当たるからな。球が高かったけど、いやあ、見つかったね、謎に悩まんだ。あれ、1位でしょ。1位。いや、球の方がいいよな。もう急で息の根止まっちゃうからね。まあでも1を出したい気持ちも分かるけど、永田さん絶対打つからね。あの球を打ってもいいぐらいだな。永田さんの性格的に打つと思うけど、ここ打った方がいいですね、球でも。打たないとダメ。うん、いや、きついきつい。実際にあと打ったら多分 10で2、10とか4で2飛ばせばなんとかなると思うけど。いい、一番いいとこだ。打ってあの左でも右でも流れたところから考えてさ。8番。むしろこれ通ってきてほしいけどな。まあ、直前に通んないですよね。6位がもうちょいしっかりしてれば可能性がある。気が流行ってる、気が流行ってる。入れ込んだ。もうバチッと打ってさ、止まったとこだよ、これ。一点出した。ゲートもあるから。うん、まあ、引っ張っていい方とこに。いい。どれか当たるだろう。といっても、さすがに1につなぐわけにはいかんからな。反対側につなぐのかな。うちの左側なら繋げるような気がするけど、あ、すごいね。3取ってから来るだろう。やられるような気がする。3番でちょっとスライドして、3番正面に置いてくれちゃう。でもこれ来たら。誰？来い。うぃーし！えい！これはすごい。いいじゃない、いいじゃない。うーん、いやそう、いや全然いい、全然いい。これで7が先手じゃん。いや、まず4を絶対当てろ。テイク全部2だよ、全部2。ああ、てか10でかけてもいいけど、4が残るとやばいからね。2個かけたい。いや俺はかけんのかなと思ったけど、まあ
でも今4が残ったら最低っていうのは確かに10残ってもいいから合わせ、逃げて前、合わせ見てる見てる、これでもう関係なく3につないじゃない、もうさ開いてこっちに全部つないじゃうかな、37は組んだっけ、うん、いや2から近いんだよなそれ、どう思う、もっと離した方がいい気がするけどな、どうだろう、審判さん狙って白い点取る、ああ、そうそうそう、いや、それの方がいい、3で当たるから、そのえ超えろよ、超えろよ、重なんなよ、あ、いい、うまいうまい、いいとこだわ、はい、3のスライドでちゃんとあのカバーできてるとこ、でもいいか、ここであのパパどうなんだろう、当たったもんちゃうけど、まあ、いいんだ、いいんだよ、かったな、すごい勝負バクチとも言うが、須田君で7セットできればめっちゃ有利、右筋に1拾って、まあでもとりあえず6絶対だろ、うわぁ危ねえいや結果的には最高のスライドだけどさ、もう見てる方はもうヒヤヒヤもんですよ、寿命が1年ぐらい縮まった、オッケーオッケー、当たったからむしろ最高なんだよ、1拾って通過して3拾って、そうそうそう、いや9拾いたいね、いや今のとこは6を、いやしっかりかなきゃダメだよ、もう50センチはいけたから、うん、ここでだってさ、1もし正面で取れたら相当違ったと思うんだよね、まあでも安全に正面でこれを取ればいいんだ、正面で立ちよぞ、立ち、危ないな、うちから危ないのって、そういうのやってないよ、ちょっと緊張してる、まあなんでもいいけど、とりあえずあの7に負担が激しいよね、佐々木くん、いやスパークで通すでしょ、ね、このミレート前の球はさ、あいいとこじゃない、いやいいとこ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 、いやいやいいとこではない、まあ嫌だなこれ、これかわいそうだな、あの子は7番、バシバシバシと打つんだ、中入るから、3の左を向こうから引っ張ってくれればいい、あ、ゆっくりだ、自信持って言ってこいよ、お前これはきついなで、このどかしてくださいとかこういうのでちょっと気がね、あのさ、結構始終かここで決める子っぽいもんな、左に入るのを読める、うん、どんまいガスさん、もう一回当てろや、当てろ当てろ本番は何やるか分からんからな、当てろよ当てろよ、いやでもこれ隙間ないよ、一番左の球狙ってきたらさ、当たったんじゃない、当たった、しょい、もうガヤだからこう拍手することしかできないよね、どうしたらいいんだろう、
通して3、1でこっち7、4戻ってくるの。10分前。まあでも俺は永田さんとなんか大体会うんだな。危なっかしいわ。いやこれ本当に4をね合わせてもいいで、今通そうとしたの。まあ別に取んなくてもいいよ。でも4は一発合わせたいな。どんなに永田さんが合わせに自信なくても合わせた方がいい。2が生きてるけど、まあ死んでる、死んでて事実上なんか大して意味ないから。いやいやこれもう一個いるやん。そこそんな通るの？通るところなんとかね。そうそう。あまた曲がるから。そうね。うまいうまい。これだって1、3の連携が今微妙だったからさ、これ外した時に3のリカバーがどうなのって思ったけど。1の2メーター、ま、2メーターぐらい手前、2メーターで手前で全然いい。それは寄せすぎかも。なんかただ球があるだけでちょっと危ない。今のやっぱ合わせは見えなかったんだろうか、ボールで。重なっちゃった。いやもう重なって、もうさっき前から重なってましたよ。いやちょっとやりすぎな気がするな。でも、まあ、運はもう運はもう運はすごい。運はあるから。運はすごい。豪運がある。外れれば俺逃げ切れると思う。あ左かな。うん、いやこれいけるんだ。頑張れ頑張れ。これ中澤くんのさ、これ難しいよこれ。でもこれ通過でいいかも。通過なんだけど。いや通過しかないけど。7取ってから3枚送るとかじゃなくて。うん、まあまあいい。いいと思う。あでも3が当たるからね。うん、当たる当たる。いや2はね、まあでもねちょっと狙いにくいですよ。狙いにくい。2番。まあ一応打つけど。もうこの曲がりがさ左でしょ。3と1の間通っちゃうぐらいのスケール。いくらなんでも3までは引っ張らないと思う。まあ、これかわしたら5、この、あ、でも5は2点か。5は2点なんだ。やばい。あ、大丈夫だ。運だけは運だな。いや、運も実力のうちだ。やっぱり1当てれば。そうそう、1当てれば通って。1当てれば、1当てれば、逃げ切れる。逃げ切れる、逃げ切れる。というか、10がさ、死んでる。OK、OK。10はさ、10が死んでるのが1ヘッドだから。そうそう、ね、いや別にいいけど、なんていうか、それだったら5で6をプッシュするぐらいの、あの慎重さはいるわ。5、6につけて押し出すなら全然ありだと思う。そう、それだったらありだと思う。これは通して全部。そもそも、だって7の段階でも引っ越したいっすよ。そうですね。8が3つだから。あれは打っていい？まあ俺もそれは打ち方がもう怒ったんだろうな。大丈夫かな。いやいや打つ強さがちょっとおかしいかもな。緊張しすぎだよ。でもとにかくタッチ数を増やした方がいいよ、もうこうなったら。せっかくにも無視した意味がないね。2抑えてもいいのかな。めちゃめちゃ固めんな。佐々木くんへの負担がすごい。佐々木くんへの負担がすごい。あ、下げていく。あ、他打たんの。
持ってるチーム名にもなってますから。5分まあ、1個目はでもここでこっちに送るから2発目のちょっとやっぱ精度が低くなっちゃうんですよね。それがどう出るかだよな。赤子の打撃です。どれ打つんだろう。赤打ってくるのか、この3打ってくるのかな。やっぱでもあの塊か。はい、3打てればあっちゃう。距離4の前まで打つ。相当左狙わないとね。いい読みが気がする。やばい、当たったっぽい。あー惜しい。運がいいぞ、マジで。本当に運がいいぞ。この運で押し切るか。もう手取るのでいい気がするな。いや、投資じゃないか。いやいや、投資だよ。ガンガン時間使え。これだと見てくれる。あと3分30秒だから。佐々木くんもし9取れたらこの白2個打ってもいいかも。うまい。オッケー。いや、当てろ。先切り替えがしっかりか。当てろよ。こっちの時間も。そこならまあいいな。先生、自信持ってたよ。当てないのか。外れるわ。2.50 ある。じゃあこの4は置き去りってことだ。いやでもそれって結構大きいから。あーいいとこだな。これで2を3本につけられたらやばいよな。2を5につけられてしまうと負ける。うん、怖い怖い。それはめちゃめちゃわかるわ。7だ。時間使われてね。4まで回るかもだ。7って自分で行った方がいいような気もするけど、どうなんだろう。うまい。そう。これでだからそうだね、全部タッチを1の前につながれて素晴らしい。いやでもいやそうなん、いやだから4で6を送ってっていうことになるけど点が足りないよな。うん、2じゃなくてもどれでもいいんじゃない。2が一番マックだ。これ行くんじゃない。はい。あ、何を考えたら長さは時間を見てないから一番いらねえとこだ。4まで回っちゃうんだよ。これゲート投資勝負になっちゃうね。誰もだからチームメイトがやっぱり、うん、でも3発通んなかったら、でも2発通ってゲート投資になった時点で結構厳しいんだよね。うん、なんでそこにチャンスが増えちゃうの。時間を知らないんだと思う。これむしろ当たってほしいわ。欲しいだわ、あれが大事に。2.3 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 2.3
これだったらさ、だってさ1個しか通らなくてもまたあれ狙われるよ。みんな通っちゃったりする。残り時間10秒。これが前とかに止まってくれると思ってます。通過しました。審判さんの影ですけど、これ通ったら無理だな。これがガチャってくれたりするといいんだけど。まあでもこれはあれだ、もう同点までは行ってしまった。それはあの力じゃないかも。はい、長田さんのいいのか。負けちゃった。まだわかんない。拍手しかできない。今ちょうどいいとこだぞ。あの赤の人が通ったら拍手して、もう3番はちょっとさ、もう外しそう。何をやってるんだ。動物になっちゃったの。めちゃめちゃ緊張してるよね。須田くんの緊張がえぐいな。これもやだな。曲がるぞ、左。まあまあ、まだまだ。まだまだわからないよ。呼ぶのみんな曲がってるな。どこまで運がある。ここまで来ただけなんですよ。ここまで来ただけなんです。何発もかわしてきた。ヒーロー言われたどっちかな。何で言うか全然まだ分かんない。あ、弱い。おー、こっちが焦ってる。はい、もうちょっとゆっくり入ってもいい。早いな。あそこで待ってる人はもう緊張してる。飲まれちゃってる人と、そう、永田さんめちゃ、いや、負けじゃないですよ。永田さん笑ってるからね、どうでしょうね。これは笑ってるのが危ない。笑ってるのが危ない。おい、意味のないソフト通過だ。おい、にぎやかしだからね。なんと豊洲に勝ちました。勝ちました。やった。おめでとうございます。
津田くん救われたな。